ディン・サルトレンジャー・アドリエ・ハンゾー。しょうがないな、作るしかないんだよな。やってやろうか。中二病判定は私がしましょうか。うん、ぜひとも作るぜ。サードやるぜ。さあ、いでよ俺の子供たち。まあいいでしょう、いいでしょう。やりましょう。あれあうめえ。あ、自分を料理されるじゃなかったのね。違いますね。あの、調理師免許持ってるやつがいるから、はいはい、絶対これは負けられねえなと思って、はい、でもこれでいい食材なんか買おうもんならまあ確実に負けると思う、はいはい、だから僕今回は絶対料理に使えねえだろうみたいなものを買っといたらそれは周りが買うわなって我が臓物はすでに満がぷくしているのでそろそろ周りも満がぷくってるだろう。そこで軽く食べれる何かを作ってやるぜ。ちょっとリゼロっぽいぞ。何にも思いつかないぜ。いや、ああ煮込みはいいんだ、煮込みは決まったぞ。よし、こいつら全てを煮込んでやる。面白いこと思いついた。本当疲れたのはこいつか。入れてこぜ。あ、立たないぜ。何が何もかもつかねえや。俺が唯一できる料理、なんかミルフィーユ作ろう。この食材たちでミルフィーユ。ミルフィーユしよう。デベシも、はいはい、ヒョウモリシも、はいはい、うまいものばっか作ってんだよな。こう面白みが足りねえ。やっぱ YouTuber だぜってところをね、見せつけていくスタンスっていうのをやってやろうかなと思うぜ。この鋭利なもので処理するぜ。まあ言うなればエクスカリバーで処理をしていくと。喋れなくなるぜ。お腹いっぱいだからぜ。我が満腹中枢はもう満たされてるぞ。いいじゃないでしょうか。挟む満腹中枢はすでに満腹ぞ。クックック、あいつらにこの汚れたチキンをさあ、精神、私のね、大好きな精神攻撃ですからね。浄化されし、なんちゃらに、この葉っぱでチキンを、汚れたチキンを、はぁ煽ってく。みんな貧乏だから、蒲焼きなんか食ったことないだろうから、こいつを、まさか、え、おいしいよ。この豆型の容器は、熱の伝導率がパネー。やで、やで、ファイヤー、ウォーター、出汁を取るぜ。気をてらいすぎて、何も言えない。あいつらの笑う顔が目に浮かぶようだ。ニンニクぜ。え？え？さすがに食えるものを我は。さらに乗せていく。さらに乗せていく。この我が作りざる葉っぱのミルフ四重奏なり、葉っぱ四重奏。葉っぱ四重奏いいですね。さあ突っ込んで。入れる。ミルフィーユって言えばもうくしゃくしゃってこれを入れてくる。木をてらうんだぜ。マジっすか。雑炊にするぜ。水が足りないとか思ってんじゃねえのか。前の少年少女至難淑女たち、葉っぱには水が含まれてる。だから水はいらねえ。うわ、方向転換、我がコンパスが道しるべになるものではなき、我がコンパス。何言ってんの。いやー、でも私、いや私のね、罰ゲームはね、半蔵さんやってもらったかったなと思ってたから。我が仕事は若い芽を摘むこと。そう、すなわち食材をなくせば
あいつは勝負にすら立てない低魂胆よ。相手が悪かったな。ただ隣丸木声ですけど、金色に輝くこの雫を、あいつらはかば焼きなんか食ったことないだろうから、今回特別に3枚もかば焼き売りでやった。ありがたく思え。これは反乱、なんか何かが起きる。足りねえな。さらに追加する。マシマシだ。どうせ生で出したってあいつらは気づかねえ。バカは味がする。あーちょっと、これは違うな。惜しいぞ。命をもって味わっていただきたく思い存じはせぬ。やっぱ買ってきた食材、まあそこでね戦っていきたいって言うから。味濃いですか。味が濃いもの、要はプラスとプラスはね、足し算しても掛け算してもプラスなんだよ。はぁ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 、こうだこうだ、男は黙って塩を売っときゃいいんだよ。塩塩塩。残り2分でございますね。味見そんなものはしない。これでいく。火星のコールをお叫びください。天に導かれし我がアイデア、この鍋に集え。あ、集ってた。集ってた。てかあれじゃないですか、向こう鍋敷あります？ない。中二病ってなんだろうっていう。中二病ハンゴ使うんですか。すごいの持ってるな。ええなんだこれ。取り皿を、取り皿を。うちらも半蔵師の買う途中に川あったじゃないですか、はい、そこら辺でプカプカ浮いてた感じな。なんかスナックの匂いするぞ。回したまえ。絶対なんかあのジブリに出てきそうな。ジブリに出てきそうな謎の。すげえ。謎の物体が。工学的なビラビラが。ビラビラ2つあるぞ。この料理の名前は何ですか。天に集いし悪魔たち。なんで悪魔になっちゃったんだよ。その暗号に全てを集え。しびけ白菜ユーフォニア。せーの。今まで生きてきた中で食べたことない味。なんかピリッピリッともします、ね、そうピリッとして割と風味もあって、うん、白菜食ったら完全白菜の味。白菜は白菜だろ。じゃあちょっとこのビラビラ気になるんでちょっとビラビラいきます。魚のすり身みたいな感じなんで。まあ自分はあのすでにあのその一通りの材料見てるんで、まあ見当はついてますよ、そのビラビラは。なぜそれをもう後藤言ったのかっていう。なんだそれ本当に。これは自分は料理過程見てるんであれなんですけど、じゃあ私はこのビラビラを。なんだそれ。全然わかんない。やや眉。完全な眉。初めて完全な眉じゃないの聞いた。あでもね。まあ、一つ言えるのは、別にまずくはないっすよ、うん、おー、そうなんですよ、はい、うん、上ってはならないよね。あのね、うちの料理もあるあるなんですけど、はい、あまりにも謎すぎると多少うまくてもよくわかんないんですよ。うんってなるっていう。これマジ味付けなんだろう。いや、もう放送を見返してもらえばいいんで。全くわかんない。プロを持ってる人も全くわかんない。味がわかんないって言ってますよね。全くわかんない。不思議不思議なんですよ。